皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。今日はようこそ、私と神様、講演会にお越しいただき、ありがとうございます。少し自己紹介をさせていただきます。私は三浦美幸と申します。出身は青森県です。先月、長年勤めたクリニックを退職し、現在、息子、家族と暮らすために、主人と15歳になるワンコと一緒にカリフォルニア州ロマリンダに移住してきました。日本にいる時は36年間、四谷教会に通い、教会活動を行っていました。まだ慣れない生活ですが、この移住も神様のご計画のうちにありました。それではお祈りを持って始めさせてください。神様、これから私と神様についてお話をさせていただきますが、神様の御業を明かしできるように、私の唇を清め、語るべきことを話させてください。始めから終わりまで神様が共にいてくださいますように、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。ここで突然ですが、皆さんは罪人について考えたことはありますか？一般的に罪というと、道徳、法律など社会規範に反する行為、盗みや犯罪を犯してもいない、だから自分は罪人でないと思っています。私も以前はそう思っていました。この罪人という言葉がキーワードとなり、信仰を持つきっかけになった人がいます。それが私の母です。それでは私と家族がクリスチャンになった証をさせていただきます。私は青森県の小さな田舎町で育ちました。家の中には仏壇、神棚があり、先祖代々を拝むという環境、日本の一般的な家庭で育ちました。私が初めてキリスト教に触れたのは、高校がミッションスクール系の学校だったということだけでした。そんな私が信仰を持ったのは、両親が神様と出会い、クリスチャンになったことです。母が信仰を持ったのは、教会で発行されているサインズという冊子を通してです。我が家には、父が文書伝道の方から購入していたサインズがありました。この文書伝道の方は、父が結核で入院していた時に同じ病室だった方で、顔見知りということで、父は無理に断ることもできず、義理で購入していたようです。ですから数年間あったサインズは、家族誰も手に取ったり読んだりということはありませんでした。そしてサインズに出会う前の母は、ある宗教色の強い団体に所属していまして、自分も家族も幸せに暮らせるということで、一生懸命団体の冊子を配布する活動をし、時々私と妹を集会に連れて行っていました。母はこれは素晴らしいもの、正しいことだと思うと、すぐ、私たち娘たちにも行動を押し付けていきます。幼少期より親には絶対服従という中で育ってきた私は、逆らえず朝早く起きて集会に参加していました。しかし数年後、母は行き詰まり、幸せどころかうまくいかないことだらけで八方塞がりになり、満たされない日々が続きました。あんなに一生懸命だった冊子の配布もしなくなり、家にはたくさんの冊子が山積み、まだ10代後半だった私には、母の抱えている問題や気持ちを理解したり、寄り添うことは難しく、黙った様子を見ているだけでした。ある日、母は今抱えている問題、悩みの解決のために、占いをしているいとこに助けを求めるために電話をかけました。すると、不思議なことが起こりました。母が電話で、少し相談があるんだけど、と言った途端、突然いとこは、来ちゃダメ
と叫ぶように言って電話を切ったそうです。母は何にも言ってないのになんでと落胆したそうです。その時なんです、落胆した母の視線の中に飛び込んできたのがサインズの冊子でした。そしてこのサインズとの出会いで母の人生は大きく変わりました。この時母がサインズを開いた箇所に、人は皆罪人であるという言葉があり、この言葉に衝撃を受け、母はすぐ父にこのサインズ、聖書についてもっと知りたいと言い、文書伝道の方に連絡をし、自宅に来てもらいました。文書伝道の方は諏訪さんと言います。諏訪さんは聖書について、そして神様の証を優しく丁寧に熱くお話ししてくださり、まずは聖書を全部読んでみてくださいと母に一冊の聖書をプレゼントしました。田舎で教会はありませんでしたので、車で40分くらいにあった弘前集会所を紹介され、それから毎安息日に自営の店舗を休業して、父と母は集会所で聖書の学びと礼拝に参加していきました。母はむさぶるようにどこに行くにも聖書を持ち歩いて読み、半年間で読み終えたそうです。そして数ヶ月後、教会員の方々の祈りと神様の導きにより、東北地区キャンプミーティングの時に仙台教会で2人揃ってバプテスマを受け、クリスチャンとなりました。2人ともに同じ信仰を持ち、新しい人生がスタートしました。母は今までの悩みや困難を神様に祈り、すべてを委ねて神様の愛の中で平安でした。そして母は以前の時と同じように、私にも聖書研究を受けるように進めてきました。私自身心の中でまたかと思いつつも、逆らえず母の勧めに従いました。通信講座を学習しながら文書伝道者の諏訪さんから聖書研究を受けていました。でも私のその時の気持ちは、絶対クリスチャンにはならないという強い決心で一応聖書研究を受けていました。両親がクリスチャンになり、信仰を持って歩むのは構わない。でも私は自分の人生を自分で選んでいきたいという強い思いがありました。そんな思いを私は隠し、聖書研究を続けていました。今ではなんと罪深い愚かなことであったかと、神様に申し訳ない思いでいっぱいです。でもこの愚かな罪深い私を神様は、私の意識しないところで、この固くなな心を砕き、緩め、自然に心を変えてくださいました。皆さんに十分な説明ができないのは残念ですが、神様が心に働きかけてくださることは、とても自然で、クリスチャンになってもいい、なりたい、神様の愛、憐れみ、恵み、そして救いの約束を信じ、生きたいという思いになり、全く正反対の心に変えられました。ここで聖句を2つ読みます。我が思いはあなた方の思いとは異なり、我が道はあなた方の道とは異なっていると主は言われる。天が地よりも高いように、我が道はあなた方の道よりも高く、我が思いはあなた方の思いよりも高い。イザヤ書55:8-9。人は心に自分の道を考え測る。しかしその歩みを導く者は主である。箴言16:9。そして私は聖書研究を受けてから半年後、バプテスマを受け、クリスチャンとなり、私たち家族は順風満帆のようでした。しかしそんな私たち家族に大きな試練が立ちはだかりました。それは父の経営していた店の倒産です。
両親は兄弟や親戚の人たちからはキリスト教になったからだと非難され、助けてくれることはありませんでした。私たちは家を失い、経済的にはどん底の状態でした。しかし教会員の方々の祈り、そして助けによって何とか生活できる仮住まいが与えられ、絶望感、喪失感の中にあっても家族が同じ信仰を持ち共に祈ることで、不安な思いもなぜかとても落ち着いていました。困難の中にあっても神様が共にいてくださって、万事を益としてくださることを信じて歩む希望がありました。聖句をここで読みます。主は言われる。私があなた方に対して抱いている計画は私が知っている。それは災いを与えようというのではなく、平安を与えようとするものであり、あなた方に将来を与え、希望を与えようとするものである。エレミア書29-11。この約束の御言葉は、私たち家族の希望の光となり、大きな試練、困難を乗り越える力となり、そして困難の中にあっても希望を与えてくださり、この困難の中、妹もバプテスマを受け、家族4人皆クリスチャンになり、とても祝福されました。今流れている賛美歌は、倒産した時、兄弟、友人から非難されるだけで、何の助けもなく絶望の中にあった父が慰められた賛美歌、慈しみ深き友なるイエスです。特に世の友、我らを捨て去る時も祈りに応えていたわりたまわんをよく賛美していました。今回証しをすることになり、自分の人生を振り返ると、私が神様の存在を知らない時から、神様のご計画が至るところにあったという事実を改めて知ることができました。母が悩み、行き詰まり、いとこの占い師に電話をかけたとき、来ちゃダメと言った声が、後で男性の声だったなと母は思い出し、不思議に思ったそうです。聖霊の神様なのか、本当に神様の声だったのかなとも思います。このとき、しっかりと神様の側に引き寄せてくださったことを確信しました。そしてサインズを通して、罪人という言葉に導かれ、聖書を通して神様の目から見て、人間は皆罪人であるということを知ることができました。このように神様は全ての人々に今も働いています。全くキリスト教の背景もない小さな田舎町に住んでいた私たち家族を、神様はご計画のうちに導いてくださいました。神様は一人の魂が救われるために必要な人を備えてくださっています。そしてその一つ一つはつながっていて、神は愛であるという御言葉の通り、神様の私たちに対するご計画は愛であり、そして平安、希望ある神様のご計画の中にあると信じています。最後に聖句を読んで終わります。山は移り、丘は動いても、我が慈しみはあなたから移ることなく、平安を与える我が契約は動くことがないと、あなたを憐れまれる主は言われる。イザヤ書54-10。証を聞いてくださってありがとうございました。お祈りいたします。神様、このような証をするチャンスを私に与えてくださったことを感謝いたします。今日のこの証を聞いてくださる方一人一人に、神様の導きと豊かな祝福がありますように。そして神様の御言葉が一人でも多くの方に伝えられますようにお祈りいたします。この証の時間、初めから共にいてくださり、初めの祈りに応えてくださったことを感謝し、
イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。